はいどうも、始まりました。リュウイチビジョンのリュウイチです。どうも。今回ですね、漁師さんから獅子肉をいただいたんで、そのいただいたお肉を炭火で焼いていきたいと思います。まずは炭の火起こしから。使う炭なんですが、固形備長炭を使います。それがこれです。着火してしまえば3時間は持てる備長炭です。そして前回使った燃え残り、これも取ってあるので、これも使います。炭火のですね、着火剤に使うのがこういうちっちゃい薪ですね。はい、これあらかじめ作っておきました。あちらにもある。でまずこいつをですね、はい、この炭火起こし器、まあ、ロケットストーブの原理ですね、上昇気流を利用することによって早く炭火に火をつけることができます。着火剤の代わりとしてね、これ使ってます。こんな感じですね。はい、ということでこれに火をまずつけていきたいと思います。少し薪を足したいと思います。よし、火は癒されます。バーベキューコンロの用意ができて、炭も火が着火できたので、これを入れていきたいと思います。これバーベキューコンロのですね、この底の部分に前回のカスですね、燃え残りの炭のカスを引いています。なのでこれにさらに火がつくことによって余すことなく網に乗せた肉が焼けるという寸法です。去年の暮れはですね、これを片手で持ってこう運んでつまずいてこけて、ここをがっつり触って火傷しました。もう暑かったですもん。今年はそうならないようにと思ってね、ちゃんと革手着用、こういう手袋を転ばぬ先の杖と言います。でいいのかな。なあ、ということで始まりました、リュウイチクッキングじゃないけどですね。ということで今からですね、こう見てください、塩コショウしていきたいと思います。見てください、これですよ、これ。こいつをですね、ちょっと硬いね、いる部分といらない部分があって、あ、くっついてただけですね。よいしょよいしょ、切れない、よいしょ、食べやすい大きさに斧でカットしていきます。あー、切りにくい、手際が悪くてごめんなさいってね。次のやつも塩コショウ、塩コショウ。そろそろもう焼けてこうやってあるんで、そうですね、こいつちょっと行ってみたいと思います。こいつをちょっと行ってみたいと思います。
全然臭みもないですね。さすが漁師さんの処理がいいだけあります。あの豚肉と違ってですね、結構弾力感が強いって言ったらいいですかね。そして最高に美味しいです。うん、うん、いいお味ということでね、こんな感じでこれからはこういう焼肉動画なんかも載せていきたいなという次第であります。ということでお時間となりました。もしこの動画がよろしければグッドボタン、まだチャンネル登録がお済みでない方、もう肉が焦げる、概要欄よりチャンネル登録できますのでそちらよりどうぞ。パソコンの方はですね、動画の終わりにですねチャンネル登録できる場面が出てきますので、そちらよりチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。大地の恵みありがとう、そして神様ありがとう、大地の恵みありがとう、獅子肉の焼肉、よし。